6月の日銀短観企業短期経済観測調査で大企業の製造業の景気判断が2期連続で悪化しましたそれによりますと大企業の製造業のうち景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業を引いた指数は3か月前に比べて5ポイント悪化しプラス7でしたまた。 中小企業の製造業の指数も悪化し、マイナスに転じました。マイナスは2016年の9月以来です。アメリカと中国の貿易摩擦や海外経済の減速などが原因です。10月には消費税の引き上げを控え、依然として厳しい状況が続いています。